菅原氏は、菅原を、死の名とする氏族。聖は阿孫。菅原氏の前身は、天の保費の命の子孫で、呑みの少年を過疎とし、早々職匠としている恥氏である。天皇元年に個人が改正を申し出たことから、還元性を称するようになった。菅原の名は、山和国菅原雄にちなむ。個人は儒学を学び、官務天皇の持続となった。 この清忠四十二年、及び孫の舌前から八百八十年も、儒学を治め、文章博士を務めた。また清忠は、関ケ老化と呼ばれる史塾を創設し、多くの門人を教え、紀伝道を家業とするようになった、舌前の指導誠は、歌天皇の抜擢を受けて、十二ニ右大臣に至るが、九百一年、大罪院外卒に左遷され、九百三年、大罪府にて公居した。 道真の子らも左遷されていたが、906年冬、道真の着手、菅原高美は射面され、大学頭に復帰している。高美の子孫らも、受領や、大学頭などを歴任。また、さらしな日記の作者である、菅原高末女なども輩出している。鎌倉時代初期の菅原一長から1246年、が、正二、位、3位、大倉京に昇進して、以降、 子孫は、累代苦行に列せられた。またこれまで文章博士を多く出した大江氏が、衰退したこともあり、朝廷における、紀伝道の養殖を独占した。その後近世に至るまで、高辻や、五条家、東某城や、唐橋や、清家や、桑原家の六家の道場家が分かれ出た。平安中期以降の年号案のカンサルに当たった受者は、 ほとんどがこれら菅原氏の子孫である。中世区下社会において、菅原氏の着流は、唐橋家とみなされて、市長者である北野の長者に多く就任していたが、15世紀末の唐橋財数の殺害事件以後は衰退し、それまでは稀にしか部任されていなかった、高辻、五条、東、傍城家の中から選ばれるようになった。 明治に至って、菅原氏の各道状家はいずれも家族となり、当主は死者区に除されている。相続制度では、菅原阿孫は第39類、天野保姫の命ごじごいした個人末として分類されており、菅原氏公営を称していた武家の前田氏、野牛氏、久松氏も分類されている。また、高津家の分家である西、高津家も、鮭家族として家族となり、 男爵に除せられた菅原氏、滝川孝治2019、P1、滝川孝治2019、P2、滝川孝治、菅原道真の子息をめぐる、2、3の問題、足と高見、厚重の左遷その他、ところ伊佐を、日本年号の来歴と、特色第106回歴博フォーラム年号と、日本文化国立歴史民族博物館伊藤2012、PP、 28から29、堀田百9 2 3 P933、堀田百9 2 3 P889、新井百8 9 4 P35、堀田百9 2 3 P915、木戸正俊、城白に、ありがとうございます。